こんにちは子育て応援配信です今日は子育て支援センターからのお知らせです。令和4年度が始まって子育て支援センターは新しく授業をリニューアルしています。今日はその授業をご紹介したいと思います。まずはじめに企画教室です。企画教室というのは、 各センターがいな企画をを用意ししてて皆様をお待ちしています例えばですが「初めてママの会」これは1人目を出産されて「どうやったら子育てってしたらいいんだろう」とか「こんなこと不安なんだけどどうしよう」っていうことたくさんあると思います。そんな方が集まってみんなでワイワイお話しできる場を用意しています。また 双子ちゃんやみつごちゃんの保護者の方はいろいろと大変なことも多いと思います。なのでみんなで集まってワイワイ話しながら情報交換などをしませんかそして引っ越してきた人の会こちらは八尾市に引っ越してきた人大阪府 でもいいですし大阪府外県外でもですねいろんなところからお引越しされてきた人たくさんいらっしゃると思いますそんな方はなかなか周りがわからないとか子育てどうしたらいいかわからないけど相談できないなどいろいろとお悩みもお持ちかと思いますそんな方も集まってお話ししたり情報交換したりしませんかそんなことができるのが企画教室ですそして Zoom 交流会、これは年3回行おうと思っています。こちらの方は、姿勢だよりなどで広報いたします。次回は7月にありますので、次の姿勢だよりに乗りますので、ぜひぜひご参加ください。 それからズームの相談は随時受け付けておりますので各センターの方にお問い合わせください。変更になったものもあります。公園で遊ぼう会は以前は月1でずっとやっていたんですけれども今回は四五六の三ヶ月になりました。それから元気っこ教室も年一回ずつになっていますので変更しています。 ご注意ください私たち地域子育て支援センターの職員は皆さんの子育てを応援していますいろいろな企画や教室それからポカポカ広場も随時やっていますポカポカ広場も今年から午前中もやっていますので各センターにお問い合わせしてください皆さんのお越しをお待ちしています では、これで子育て応援配信はおしまいです。またねー。